さあ両チームイレブンの入場です。2位のヴェルディ、前節を終えて9位の仙台を迎えての今日両チームを通じて1本目、中島上げていく、ファーで落としたボールはキーパーです。なのでこれうまくタイミング合わせながら、あの仙台の方はうまく背後を取ろうと、そうやって中島のシュート、距離はあったんですが足を振っていきました。さあスペースで中島切り返した、倒れたが、ここはどうだ、笛です。 PK、 中島が倒されました。ペナの肩取りましたよね。これを一回切り替えたところで右足、まあそうですね、綱島の右足。中島は今シーズン4ゴール、キーパーマテウス、前節は PK ストップがありました。中島決めていきました、天井です。仙台先制です。中島今シーズン5ゴール目、見る限りですけど、あとやっぱりあの綱島目線でいくとですね、やっぱりこうワンテンポちょっと待ってもよかったかなっていう感じがしましたね。なるほど、はい、さあ拾ったヴェルディ狙っていきました、枠には行っていた、南のシュートです。こういうところでやっぱりヴェルディの方が少しこう前から行ってですけど、なかなか取れないというところがあるかもしれませんね。川村からバスケスバイロン、カットインシュート、よく触ったキーパー林、中に切り込んでからのシュート、ちょっとやっぱりボールを、まあ、もちろん 外に、ね、追いやられてはいますけど、はい、さあ山田切り返した、山田のシュート、キーパーワンタッチ、コーナーキックです。シュートですが、相手のこうパスが、ね、持ってきまして、まあ、前にドリブルです。さあノーファール、浮かせて中島から背後、木田、木田、木田、ビッグチャンスでした。ただディフェンスもしっかりですね、斉藤からボールを奪った後の動き出しは非常に速かったですよね。少しボール流れましたけどね、アウトサイドでコントロール、右サイド上がったボール、後ろからボレーシュート、マセ、さあ木田どうする、木田突破する、マイナス、ヴェルディはマンツーマン、そうですね、まあ、ゾーンもいますけど併用のようなですね。さあニア、ナイスキーパー、こぼれている、詰める、最後詰め切りました。最後は姿ですか、仙台に追加点ですよね。まあ、後継のヘディングを、まあ、それ一回触ってはいるんですけど、そうですね、まず触れたのは良かったですね。マテウスも弾いてはいますけど、このこぼれ球に対して尾形がファーサイドでうまく押し込みましたね。エンジェルスクロスボール、ファーからヘッド、クリアです。ここでホイッスル、試合終了、0対2。